年賀状寺田トラコ友人ウテル君明けて52歳職業は科学的小説家持病は胃潰瘍である彼は子どもの自分から信念というものに対する恐怖に似たあるものを抱いていた信念になると着慣れぬ硬直な羽織袴を着せられて 縁者を歴訪させられそして彼には全く意味のわからない祝詞の文句を繰り返し暗唱させられたことも一つの原因であるらしいそして飲みたくない酒をなめさせられ食いたくない雑煮や数の子を無理強いに食わせられることに対する恐怖の念をだんだんに蓄積してきたものであるらしいそれでも彼が26の年に 学校を卒業してどうやら一人前になってから初めて活版釣りの年賀はがきというものを印刷させた時は彼相応の幼稚な共栄心に多少満足のさざ波を立てたそうであるしかし間もなくそれが常習的年中行事となると今度はそれが大きな苦労の種となったわがままで武将な彼にとって 年賀状というものが年の瀬に横たわる一大暗唱のごとく呪わしきものに思われてきたのだそうである。同じ文句を印刷したものを相互に交換するのであるから、結局初めから交換しないでも同じことである。ただ相違のある点は、国民何千万人が総計延べ時間、何億時間を消費して、そうして政府に 何千万円の税を納税するかしないかであるこんないい加減の目の子感情を並べてありふれの年賀状全廃説をたたえていたが本当はそういう国家社会の問題はどうでもよいので実際はただせっかくの書き入れ時の冬の休みをこれがために奪われるのが彼のわがままに何より苦痛であったのである。 字を書くことの上手な人はこういう機会に存分に筆を振るって自分の筆端からほとばしり出る曲折自在な線の美に陶酔することもあろうが彼のごとき生来の悪質ではそれだけの代償はないから全然お勤めの機械的労働であると思われる上に自分の悪質に対する謙気の情を多量に買い込まされるのである。この点は、 いいくらか同情してもよくのごとくわがままであるくせにまた甚だしく臆病な彼は自分で断然年賀はがきを拝して幽前こたつにあたりながら彼の好む愚書乱読にふけるだけの勇気もないので表面だけはおとなしく人並みに毎年この年中行事を遂行してきた。早く手回しをすればよいのに 元日になってから慌ててからき始める。そうして肩を委くし胃を悪くしてため息をしているのがはたから見ると全く変わった道楽としか思われないのであったところが不思議なことに数年前から彼うてるくんの年賀状感が少なからず動揺を始めた何を感じたかこのごろではしきりに年賀状の効能との ありがたたみを論じるようになった今までとはまるで反対の説を述べて平気でいられるところが彼の彼らしいところを表現していて妙である。どうも彼の言うことには順序というものがないから簡単に要領を補足するのが困難であるがまあ例えばこういうことを言う。空間の中に N 個の点がある。 その各々の点から平均 M 本の線を引いて他の M 個の点に結ぶそうすると合計 N× の M 本の線が空中に複雑な網を織り出す仮に N が1000万 M が100とすると10億本の線が空中に入り乱れるこれらの線が一度はどこかの郵便局へ束になって集められ そこでより分けられていくつじかの鉄道線路に流れ込みそれが途中で次々に分派して国の隅々まで広がってゆく中には遠く太陽を越えて西洋の光の都南洋のヤシの墓毛に運ばれるその数々の線路一つずつには線の両端にいる人間の過去現在未来の喜怒哀楽 義理人常の電流が脈々と流れているなんと驚くべき空間網ではないかそういえばそうであるが何故にそれがそれほどありがたいかは我々にはよくわからないこれは多分横浜岸壁あたりで決別の色テープの束の美しさを見てきてから考えたものらしい「自分の知人」 ABC の3人が同じ市の同じ町に住まっていることを年賀状をより分けてみて初めて気がつくしかし ABC 相互に何らの交渉もない赤の他人であるそれが遠いところにある自分という一点を通じて空間的に互いに連結されているそうしてみると A から流れ出す電流の一部は回り回って B や C をもも通過するかもしれない。これを押し広めて考えると結局少なくも日本国中のおののの人間は全国民のおののと切っても切っても切り尽くせないほどの意図でつながり合っているわけであるこういう全く分かりきったことを自分で初めて発見したように思って一人で喜ぶのが彼の癖である。 またそういうことが何故に年賀状有用論の根拠になるかはおそらく彼自身のほかにはわからないであろう彼は時としてまたひどく感傷的なことを言う年賀はがきの宛名を一つ一つ書いていく間に自分の過去の歴史がまるで絵巻物のように眼前に述べられる最も懐かしいのは 郷里のの名前が呼び出す幼き日の追憶であるそういう懐かしい名前が年々に一つ減り二つ減っていくのが寂しいこう言って勘に耐えないように締まりのない眉を上げ下げする年賀はがきの一束は自分というものの全生涯の一つの切断面を示すものである 人間対人間の関係というものがいかに複雑多様なものであるかを示す模型のようなものである人情と義理と利害を XYZ の座標とする空間に描き出された複雑極まりない局面の集合の一つの切り口が見えるこれをじっと眺めていると面白くもあれば恐ろしくもある何かというとすぐに XYZ の座標を持ち出すのが彼の一つの癖である。これさえ持ち出せば、科学者でない多数の人々を無条件に感心させることができるとでも思っているらしい。それはとにかく、彼が近頃急にレトロスペクティブの傾向を帯びてきたのはどういうわけであろう。人は水に溺れんとする瞬間に過去の生涯全部の幻影を見るそうである。 ことによると彼も先が短くなった兆しではないかと密かに心配している友人もあるそのせいでもあるまいが彼がこのごろ年賀状の効能の一つとして挙げているのはそれが死んだ時の通知先名簿の代用になるということである実際彼の場合にはこれが非常に役立つに相違ない彼の知人名簿には、 十年も前に死んだ人の宿所がそのままに残っていて、何の符号もついていない。また、同じ人の名がいろいろな住所と結合してパラパラに散在しているので、どれが現住所であるか、当人でさえ時々間違えることがありそうである。年賀はがきを大切にしまっておくのも最もなわけである。ただし、市会議員の横下のだけは、 紙くずかごに入れるる。ようであるまた自分の住所を書かないでよこすのはこの目的を達しないと言ってこぼしている随分勝手なことを言うのであるそうかと思うとまた彼はこういう機嫌を吐くこともあるある僕の全く知らない人の年々に受け取る年賀書きの束を僕に貸してよこせばそれを詳しく調べた上で その人のの人格好、好顔型、歩きぶり、衣服、食べ物の好みなどを当てて見せる、という。しかしそれくらいのことが自慢になるようであったら世の中に駅舎や探偵という商売は存在しないわけであり奥歯一本の化石から全世界の人間や動物の全身も描き出すような学者はありえないわけである。 いろいろと難しいしかも大抵はエゴイスティックな理屈を並べてはいるようであるが結局は当たり前分かりきった年賀状の効能を50の坂を越えてから初めてやっと気のつくようになったのであるらしい一体これに限らず彼の考えることすることは大概人よりちょうど人時代だけ遅れているようである幸いに長生きをして 80くらいになったらその時にそろそろマルクスエンゲルスの研究でも始めるだろうと皆で噂をすることであるしかし負け惜しみの強い彼の説によると「世界は循環する一番遅れたものが結局一番進んでいることになる」というのである別に議論にもならないから我々友人の間では ただ機嫌よく笑って済むのである友人うてる君の年賀状館の変遷史をここにご紹介して読者のご参考あるいはお笑い草に資するのである寺田虎彦作「年賀状」朗読はみでした。